シロお姉ちゃん、オーラル星やろ。お兄ちゃん、冒険者ごっこ。あ、これは大変そう。しっかり遊んであげてくださいね、ベルお兄さん。ライ君は何して遊ぶ？ライでいいよ。兄ちゃん冒険者だろ。そんな呼び方気持ち悪い。みんなのことも呼び捨てな。シロお姉ちゃんの恋人なの？違うよ。シロお姉ちゃん美人だよ。お料理の腕はまあ、うん。でもお姉ちゃん気痩せするんだよ。本当はお胸かなり大きくて。じゃ。ルーは男の子？それとも眠い？あ、うん。ルー以外はみんな好奇心旺盛で元気いっぱいだ。こう見るとハーフが多いかな。こんな優しい場所がオラリオにあったなんて知らなかったな。シロお姉ちゃん遊ぼう。こっちも。ちゃんと遊ぶから喧嘩しないでね。さっきも思ったけど意外だな。こんな風に笑ってしゃがんであやして子供を優しく抱きしめるシルさんの姿が新鮮に感じる。ん？ライ？あれはおじいちゃんも言っていた天下の宝刀スカートめくりってそうじゃなくて、白い下着が。見ました？いや、その別に、あの見ましたよね。見ましたけど
られてしまうなんて。ああ、恥ずかしい。ベルさん、こうなったら罰として私のお願いを一つ聞いてもらいます。いや、聞いてくれないなら竜たちに下着を盗み見されたって言っちゃいますよ。卑怯ですよ。シル姉ちゃんのスカートめくり初めて成功した。まさかシルお姉ちゃんわざと。わざと駆け引き。それじゃあベルさん、私に膝枕をさせてください。え？ベルさんはあの剣気アイズ・バレンシュタインさんに膝枕をされたことがあるんですよね。なんて知ってるんですか？実はロキファミリアさんは私が勤める酒場のお得意さんなんです。宴を開いている時に耳を澄ませると、なんと不思議なことに剣気様たちの話し声が。わかりました、わかりましたから、もういいです。やっぱりこの人は魔女だ。それじゃあ、シルさん、ちなみにベルさんの方から剣気様に膝枕をしてあげたことはな、ないですよ。そんなことできるはずがないです。なるほど。あの、もういいですか？ダメです。シルさんに膝枕を。これなら剣気様にも負けませんね。うん、何か言いましたか？いいえ、何でもありません。